っとしてユリは眠くなってきた。彼女は急にもう一人の少女のことを思い出した。ユリは彼女のことをほとんど忘れていた。あの子はどうしてるんだろう。ユリは目を開けた。すると自分そっくりの少女が彼女を見下ろしている。夢だろうか。しばらくユリは判断がつかなかった。気がつくと少女は鋭いナイフを握りしめて襲いかかろうとしている。やめて、やめて、やめて。ユリは叫ぶとナイフを避けて転がった。それからユリは飛び起きた。何するのよ。Why did you come back? How do you know my name? It's not why. どうして帰ってきたの？待って、ジュリアさんでしょ？ユリは向こうの世界で知った名前で彼女を呼んだ。どうしてその名前を。息子と会ったのね。ケンが心配してるわ。戻ってあげて。あなたも母親でしょ。もう遅いわ。そんなことないわ。あの地下道を通って帰れば、ケンが待ってる。そうでしょ？私はここにいたいのよ。どうして？あなたにとっては逆の世界じゃないの。私は。ジュリアは息を呑んだ。そして引き戸をパッと開けて庭へ駆け出した。ここにいたのか。ユリをどうしたんだ。一郎、私よ、ユリよ。ごまかすな。痛い。怪我してるのか。撃たれたのよ。剥がして。格好も違う。本当にユリか。ぶん殴るわよ、もう一回言ったら。分かった分かった、確かにユリだ、認めるよ。一郎は手を挙げて頭をかばった。 Why did you...Ouch! You were shot? I only told you because... 撃たれた？小沢陽子はユリの話を全然信用していないようだ。いつからユリ007になったわけ？信じなきゃいいのよ。話せって言うから話してやったのに。だっていくらなんでも。学校から歩いて帰る途中、二人は向こうの世界へ通じる秘密のトンネルがある本屋のそばを通った。どうしたの、ユリ？この本屋さん。ユリは本屋のあったところで工事が始まっているのを見て驚いている。ああ、なんだか閉めるって出てたね、この間。知らなかった。どうするんだろう、ここ。
立て直すんじゃないの？すみません。ここ、壊すんですか？ああ、そうだよ。もっと大きなビルにする。大きなビル？じゃあ、地下も壊すんですか？もちろんさ。地下にもいくつか店が入るんだよ。このビルが壊される。当然、あの地下道への入り口も埋まっちゃうんだ。いつ壊し始めるんですか？明日からかかるよ。やり出せば早いからね。どうも。明日から。陽子にまたねと言って別れた後、ユリはジュリアのことを考えながら歩いた。If she hasn't got Emmett. もし彼女がまだ向こうの世界に戻ってないとしたら、もうずっと戻ることができなくなってしまうわ。私には何もできないけど、彼女はどうするつもりなんだろう。家の近くの公園の前を通り過ぎるとき、道に小石が並んでいるのを見て、ユリは足を止めた。小石は文字の形に並んでいるようだ。エミットと読める。エミット？じゃあ、ケンがどこかにいるんだ。ユリは公園に入っていった。子供たちが遊んでいる。その脇にベンチで日向ぼっこをしている老人が座っていた。ケン！大丈夫だった？心配してたのよ。あなたの方こそ怪我をしたようですね。大したことないの。ねえ、ジュリアは戻った？戻っていません。探しに来たのですが見つからないのです。やっぱりそんなことじゃないかと思ってた。あの地下道に入り口のある建物、明日壊されるのよ。知ってた？知っています。それもありますが、あなたがこっちへ戻ったので、母は毎日一つずつ年を取っています。そっか。え？じゃあもう随分。ユリはその意味を考え、ゾッとする。Are you okay? Are you? She's nearing. 先は短いのです。もう3日もすれば、母はこの世から消えてしまうんです。母にとって、毎日一つずつ年を取るということは、一つずつ若返るということですから。0歳より若返ると、存在自体がなくなってしまうのです。しなきゃ。今夜にはそっちへ戻らなきゃ。どうやって見つければいいと思いますか？何かいい考えでも。私にもわからないけど、でも今夜うちの前で待ってて。ジュリアが現れないか見張っててちょうだい。Come on, Ichiro. Look, nah.